そうだ。大阪、京都、京都、京都、大阪、名古屋、神戸、ダメっぽいですね。失敗しました。なんか順番にうまくいくと良かったんですけど、順番にうまくいきませんでした。なかなかうまくいかないですね。また次の機会、次はですね、ヨジラがいるのでヨジラを待ち構えたいと思います。ヨジラですね、ヨジラを待ってですね、狙い撃ちしたいと思います。ヨジラを行った後に、一旦セーブしに戻って、寺へ行ってですね、あのガリガリをちょっと探したいなと思っております。なんかこのヨジラはビバる瞬間が短いらしくですね、結構大変みたいです。どうでしょう、怒ってますね。なんかちょっと離れたりするとアクションを取ってくれたりするみたいなんですけど、全くダメですね。残念です。諦めましょう。どうにかあと2中手に入れてレベルアップをしたいんですけど、なかなかうまくいきませんね。おかしいなぁ。予定ではここで2つの中を手に入れて、もう一段階レベルアップする予定だったんですけど、どうもうまくいかなかったので、猫にでもお願いしてやってもらおうかなと思ってます。そうですね、ゴミ箱あさりはあんまりしてないので、配達覗いてみる。郵便物は何もありません。何もないのか。ゴミ箱覗いてみる。空っぽです。ダメですね。じゃあ本能寺寺を目指していきたいと思います。フライパンゲット。なんかあの探してる間も時間が経ってしまうので、サクサクっと、電車に間に合うかどうかなんですけど、どうにか行きたいと思います。セーブポイントが増えればね、このゲームだいぶ楽になるので、どうにか、切符を買って行きたいと思うんですけど、なかなかうまくいかないんですね。こいつそっち来てよ。マジでらってやっちゃうし、そっち来て、へへ、なんか痛いとこ行って、あ、電車の音がする。この切符じゃダメ。ああ、
かかしの方ですね。さあ本日のピンがまだあるんでしょうか。どうなんでしょうか。なんとなくこうプレイしてもうすでに20分も経過してますね。まあ、状況によってはちょっと分割してあげる可能性あります。すごい切りが悪いんで、一応このまま続けてですね、その後に分割すると、もしくは、まったりしてるところをちょっとカットしたりとかもするかもしれないです。いけるかな。ちょっと、はい、よーい忘れもない。よし、これでいきますね。よーい忘れもない。それじゃあ、待つのね。夜の電車で、また、本能寺寺の方へ戻りたいと思います。ね、こうやって夜の電車で一人寂しく乗って